シナノキ属は、アオイ科の属の一つ。旧分類では、シナノキ科とされていた。イギリスでは、ライムツリーと呼ばれるが、ライムとは関係ない。別名としては、リンデン、北米の種は、バスウッドと呼ばれる。落葉高木。葉は五正枝、葉先は細く尖り、基部は歪み、円に鋭い鋸歯がある。しばしば葉薬期には、正常毛がある。托葉は膜質になり、早く落ちる。葉と葉身の境が明確な葉柄がある。葉柄の基部の側方から、周三箇条を伸ばし、花をつける。強調楕円形の双方葉が目立ち、双方葉の中部以下が、箇条の軸と合着し、柿に箇条が落下する際には、合着した双方葉とともに、枝から離れるため、双方葉がプロペラとなって、種子散布に役立つ。花は両性。萼片は5個。花弁は5個。雄蕊は多数。アリリ性する。花弁の内側に、普通5個の仮雄蕊がある。子房は5室あり、おのおのに2個の胚種がある。花柱は細く伸び、柱頭は浅く5列する。果実は球状、または楕円形の剣花になり、裂解しないで、中に1から2個の種子が入る。北半球の温帯に分布し、約30種知られ、日本には数種分布する。属名のティリアは、菩提樹に対するラテン語固名。語源は、タロン、翼で、翼状の双方葉が、箇条の軸と合着している様子から。属名のティリアは、繊維を意味するギリシア語、ティロスとする説もある。シナは、アイヌ語の、結ぶ、縛るを由来とする。香りの良い蜂蜜の蜜源として知られる。北海道では、シナノキティリアジャポニカは、偽アカシアと並び主要な蜜源となっている。材は、合板、彫刻材、箱材などにする。ヨーロッパでは、冬菩提樹、夏菩提樹、西洋シナノキが、輪電材として木材に使われる。新材から変材にかけて変わらない、明るい色を持つ。これらの材は、柔らかく簡単に加工できることから、主に楽器や、盾、さじなどの家事用の道具、彫刻に利用される。成人の彫像用途で多用されることから、リグナムセイクラムと考えられていた。西洋シナノキの乾燥させた花は、やや甘く粘着性があり、果実もやや甘い粘液を出す。この乾燥させた花は、ハーブティーとして飲まれる。花、葉、木、および木炭は、薬用目的で使用される。花の有効成分には、酸化防止剤として作用するフラボノイドや、揮発性オイルが含まれ、植物には収斂作用を持つタンニンも含まれている。リンデンの花は風邪、咳、発熱、感染症、炎症、高血圧、頭痛、利尿薬、鎮痙薬鎮静剤として利用される。伝統的なオーストリア医学でのシナノキ種の花の茶は、呼吸の病気や風邪、発熱の治療に効果があるとしている。新しい研究によると、花には肝臓保護作用もある可能性が示されている。木材は肝臓及び胆嚢疾患、蜂巣炎に使用される。木炭は腸障害を治療するために摂取され、下足の潰瘍や潰瘍などの浮腫や感染症を治療するために局所的に使用されている。リンデンの若葉と芽は食用となる。ありがとうございます。